今も昭和の平屋の住宅を多く残す番町地区の町並番町地区は兵庫県神戸市長田区五番町、六番町一帯を指す地区名。吹合村の進化は地域同様スラムが存在し童話地区でもあったが現在は神戸市は公的にはすでに童話地区の指定を行っておらず同区も童話地区とは指定されていない。 大通りから見る五番町江戸時代は、長田村に属する川大村であり、糸木という地名であった。1868年の開港により、神戸には全国から食を求めて貧民が急増し、スラムが散在するようになる。伝染病の流行もあり、兵庫県が行ったスラム対策によって、吹き合い村の新川地域とともに、番町地区周辺には貧民らが多く移り住むようになった。 神戸市内でも、吹合村の新川地域と共に、同志最大のスラムとして知られ、1935年の記録では1057世帯、5262人が居住し、大阪の西成地区に次いで2番目に大きい同和地区と言われることもある。山口組関係者も多く、2015年10月8日には、長田区五番町2の暴力団事務所で、 指定暴力団山口組から分裂した暴力団神戸山口組が定例会と見られる会合を開いたことが警察により確認されている。番長地区の住民からは差別の川と謳われた新港川。民間有志によって付け替え工事が計画され、番長地区の北側を東から西へ流れる現在の流路に付け替えられた。 1995年1月17日に発生した、阪神・淡路大震災では最も揺れが激しかった地域の一つである上、住宅密集地という不運が重なり、被害が拡大した。今もその傷跡を残す。道区の被差別部落のすぐ北側には、新港川が流れており、阪神・淡路大震災復旧を機に水害防止策として、 1990年代後半から5カ年、総工費約186億円を投じ、川底を2メートル掘り下げ大改修を行った。これに関して、ブラク解放同盟神戸市連絡協議会の平林、テルオ事務局長は、明治30年に工場地を水害から守るため、川がねじ曲げられ、ブラクのすぐ山側を通るよう付け替えられた。川が氾濫すると、 ブラクは水浸しになった。共同弁所からは、お物が溢れ、不衛生、極まりなかったと発言。東から西へ横を向いて流れる川など、神戸の街中で聞いたことがないと話す住民もいる。五番町には、ぼっか系うどん発祥の店が存在する。神戸市の都市計画専門の大学教授によれば、阪神、淡路大震災で、震度7を記録した区域と神戸。 阪神間にある、主な被差別部落はほぼ地図上で重なる点について、同和地区の多くが鉄道沿線にあり、線路沿いは騒音や梅園による火事の心配、森土などで一般から敬遠されていた点などを挙げ、震災のずっと以前から地区が自然災害と無縁でなかったことを指摘している。南北に流れていた旧港川は、堤防の高さが6メートルを超えるところもある、天井側で、 水害で堤防が決壊すると周辺に大被害をもたらした。さらに番長側と台湾とでは護岸壁の高さが番長側がに低いため番長地区の住民からは差別の川と言われていた。民間有志によって付け替え工事が計画され番長地区の北側を東から西へ流れる現在の流路に付け替えられた。しかし現在でも 新港川の堤防は番長地区の民家の屋根より高く増水時には川の水は番長地区へと流れ洪水の危険性がある。長田神社前商店街と長田橋。ここから南東側一帯が番長地区である。1996年夏から1997年にかけ、ブラック解放同盟の番長支部は同区で被災し、 仮設住宅へ移った住民の安否確認を兼ねた実態調査を行った。その際の調査で、番長地区の住民には独特の言葉遣いが見られることで、被差別部落出身者であることが人に知れ、肩身の狭い思いをしていることが明らかになった。部落解放同盟の番長支部の前身ができたのは1961年で、住民闘争や、 自動車免許取得のため車とも会などの取り組みが行われた。同盟員の減少や特別措置法の期限切れ屋によって支部活動は低下し、2020年現在は活動していない。全日制の兵庫県立兵庫高等学校と校舎を共にする夜間定時制の県立高校である、兵庫県立港川高等学校では、兵庫県内で、 初めて部落問題研究部が創設され、日本の公立学校としては初めて、朝鮮語を正規授業科目として採用した。また、進級できなかった生徒を集めた、落第性教室や、校内に侵入し、不審者扱いされていた万丈地区の青年を受け入れた、校外性教室が創設された。ABC、新州、神戸市史歴史編四近代、現代より、 スラム問題 P406P410 神戸市1994年1月20日発行 ABCD 次元社学術研究部落田んぼ兵庫県神戸市長田区3番町4番町5番町2020年12月31日閲覧 ABCD2016 年度人権歴史マップ連続セミナー第1回新港ガート、番町フィールドワーク 一般社団法人兵庫部落解放人権研究所2020年12月31日閲覧山口組分裂騒動神戸山口組が3回目の定例会下神戸長田の事務所神戸新聞2020年12月31日閲覧震災と被差別部落3年目初週の報告人権新たな正規へ震度7体の上だった 災害に悩み続けた歴史。神戸新聞。2020年12月31日閲覧。大船長人権交流センター。人権の壺134。2020年1月2日閲覧。震災と被差別部落3年目初週の報告人権新たな世紀へ早く戻りたい。畜外仮説。体縮めて。神戸新聞。2020年12月31日閲覧。 ありがとうございます。